うそうそうそう、どっちどっち、これ間行っちゃっていい、もう分からん、間入っちゃって、え、どっちだってな、いや、さすがにノーマナーだろ、こいつら後ろから来てんならこの辺で一回止まるけど、なんか面倒くせんだもん、いや、やめてほしかった、せめて肌だってと止まってほしかった、走りたいのは分かるけど、うん、どっちだった、いや、さすがにノーマナーだ、あるのはやめてくれよ、そんなわかんなかった知らん、俺は俺は知らん、俺譲る気ないよ、悪いけど譲るとこねえし、なかった、さすがにノーマナーですよ、だったらあの丸車行かないで待っててくれよと思って、っていうか止まらないとしかったの、早く行けばいい、そう何の意識か、前は何で行ったのって感じ、その前にどうしたかったの、やめてくれよそういうの指導じゃないんだから、ここいや貸し切りだったらごめんよって感じだけど、貸し切りないと思う、君たちの意図が伝えなくてごめんねとしか言えねえ、まあ、いいけど奥で事故ないでねとしか、連なって走りたかったんですよね、言ってもいいけど、俺が一番分かりづらかったんだよ、君があのケツのケツ持ち君が、この先3人とも奈落に落ちないで、ね、今日なんか反対車線がすげえ抜いたからなんか嫌なんだよね、まあ早々に対向車来ないから別にいいけどさ、さすがにマナーなさすぎ、さあ、あんな無茶な運転していきなり横から飛び出してきたらおめえら大変なことになっちゃって、それに巻き込まれる可能性があるからやめてくれって思って、バイクならまだしも運転するな、止まらないでほしい、行けよ早く止まるなよって思うんだけど、あれは分かりづらいって、いや、さすがにちょっとマナーなさすぎだよ、変に止まられたから、あ、じゃあ行けってことかなって勘違いしちゃって、しかもなんかごめんねの肌でもないし、それが埼玉クオリティなんだ、きっと、いや、まあいいや、まあ、絶対別に、うん、まあ、さすがに君らマナーない悪いけど、マナーない走りは久々、初めてだな、ああいう大体ああいうのみんな意思表示してくれるじゃん、今までのってなんかね、ハザード焚いて先どうぞみたいなとかさ止まってるから行くよ、普通あんまり何君だと思ったの、まあ止まって、俺事故ったのかと思ったの、あんなとこに行ったから最初は、なんか後ろからもなんか来てるんだ、勝手に抜かしてってくれ、あいつらとはちょっと違うってことも君たち今日なんかマナー多いの、多いの、え、マナー多いのが多いな、今日は、行けば、いや、カーブ危ないね、さすがに行けばいい、そういう技術あるんでしょ、だから OK、 でも端っこには寄らないんじゃない、水落ちるかな、君らさ、イニシャル D やってろよ、マジで本当ぜ、今日もそうだけど、ダメダメだな、今日ダメダメ、本当気分が、気分がしてる、ゴミッチョみたいなのしかいねえと思う、よいしょ、危ない危ない、
入れて30キロ制限だ。初めて見てよ今日。0点だね今日は。君たちの道じゃないから一般車が通ることもあるでしょうか。路肩に避けれる場所がないんだよ。うざいから行ってほしいけどさ、ねえんだもん。我慢してもう一回登り直してもう一回楽しんでくれしかいいよ。いるのかな、まあ、下りのところ登ってくんのかな。そうなん、それなんだよね一番やの。トイレ行きたいんだなって思わせた気がした。フランブリで先行ってくれ。